ございます。ぜひだけど、まあ、朝早くから、一番止めからみんな来てくれて、偉いです。ありがとうございます。今日こうやって、クローバーで初めて演奏できるのがすごい嬉しいなって思ってて、いつも、オーデの時とか、いつも入れなくて、毎回いつも入れないたびに号泣してすごい悔しくて、春合宿の時もとか同期の中で多分このバンド最下位とかそんなんで、マジマジごめん言いました。まあ夏合宿の時も遠藤なんかうんちみたいなバンドやと思ってたでしょって言ってたんですけど、でも、なんか、な、まあ、こうやって夏合宿で初めてオーデで順位に入ることができて、今日こうやってクローバーホールでできることがすごい奇跡やなって思ってて、本当に投票してくれた人とかいい感じのいい感じの社会ですよ。まあ、今日来てくれた人も投票してくれた方も本当に感謝の気持ちしかないです。本当にありがとうございます。今日はもう私たちはうんちじゃないよっていうところを見せたいなって思ってます。うんちじゃないよというわけでよろしくお願いします。猫とシャラバトラモテル。Oh,
とうございます。お疲れ様です。あれみたいなんで全然見えない。見えへんけどさっき弾いてて思ったら、なんかこの辺になんか仕方ないすぎじゃないみたいな、なんかあっちに全然今見えへんって、なんか全然あそう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 、なんか女子人気ないんかなし、インドのシール貼ってるからこの呂不韋ってやつあんまり好きじゃない。やっぱやめた。やばこの番外で俺何も喋れへん。そうやね、なんかね、これめっちゃ煽ってる時代やってこうやって改めて喋るとね、難しいかな。一回してみんな、遠藤ギターボやってた時代しっていうね、なんか、ギラモンしてるかなんか、もうめっちゃ、もうなんか、舞台やがったし、めっちゃ良かった村を着てるあれ月の遠藤のギター見に行くみたいなストーリー上げてたんで、なんかデートもしてもそう、遠藤のワンマン画みたいみたいな投稿してたのに全然そうやそれ噛むのかわかんない。やばI'm not afraid to die.
ありがとうございます。Thank you.
が始まる。なんだ世界